皆さん、目を閉じましょう。それでは、妄想の扉を開きます。そこは、薄暗い空間の中、誰かの顔が見えます。見ていて、決して気持ちよくはありません。むしろ気持ち悪い物体です。それは似たりと気味が悪く笑っています。それは下心がありそうです。それは、いたずらっ子。隙があったら、いたずらしてやろうと思っています。それは、気持ち悪い、ゾワゾワ、見たくない、そばに来ないで、運を取られそう。それは、どうやら人間じゃないようです。それはちょろちょろ動いて隠れたり、上から降りてきたり、逃げるのも早いです。皆さんはどんな絵が浮かびましたか？